どうもおぎんです。お正月明けてもうだいぶ日にちが経ってますけど、今日は GAMP PROJECT あのメグインさんの福笑いに挑戦したいと思います。え、知らない？メグウィンさんといえばもう大スターでしょう。そりゃチェックしとかないとダメですよ。その福笑いなんですけれども、どうせやるならこれぐらいミニサイズでいきたいと思います。めっちゃ細かい、めっちゃ細かい。これ切るのがまず大変ですね。あ、もう何、もうどこが目なのかもう分からなくなってきた。どこ、落ちた。さあ切り上がりました。もうね、もう持てないよね。手とかで持てるレベルの話ではない。よし、それでは始めよう。まず紙がどこにあるのか、これかな。いや、これ大きいやつや。あ、これか。 OK OK。 何もつかめないんだけど、こうやってちょっと出して感覚でもういくしかないですね。やばい、掴んでんのか掴んでないのかすらわからない。この辺もうなんか、もうなんかふりかけかけてるみたい。もうふりかけかけてるようにしか、そんな感覚しかない。顔の髪がどこに、あ、これか。はい、ふりかけ、おいしいふりかけですよ。はい、おいしいふりかけかけますよ。もうないかな、この辺にあるかな、これ何かな。はい、おいしいふりかけですよ。はい、はい、できました。ちょっとヒゲみたいになってるね。あのさ、これをピンセットでつまんで渡してくんない？はい、それでは2回戦目いきたいと思います。小さいのはここね、 OK。 さあ、まず最初は鼻、鼻、鼻、真ん中だね、真ん中。待って、この辺か。よし、はい。眉毛、眉毛、眉毛、ここ。よし、眉毛、眉毛、もう一個眉毛ってことね。おや、よし。はい、口、口は、うん、はい、よし、目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 、よし、ラスト、目。こっちをやったから次はこっちの方か。なんか今ちっちゃっか、なんか髪から落ちた気がしたんだけど、まあいいや、完成。あれ。まあでも全部のパーツちゃんと髪の上に乗って鼻と目が一体化したね。メグさん、新しい人類の形を形成したんだね、メグさん。やっぱ最高だよ、メグさん。はい、というわけで今回ミニ福笑いに挑戦したわけなんですけれども、もうまずこの台紙がどこにあるのかわからない。だから
もちろんのこと、眉毛も目も手も口も、あ、手はないか、口も持ってんのか持ってないかすらわかんない。ましてや向きなんてまずわからない。とりあえず何一つわからない遊びでした。でもそんな中で私が発見したのは、これはもしかしてこの台紙の上に何かをまず置ければ OK なゲームなのではないかっていう、ね、そう発見した、うん、そう発見したので、もうとりあえずこれ全部置けたので OK しよう、 OK し、 OK ってことにしよう。というわけで、この紙にパーツを置く遊び、皆さんもぜひやってみてください。おぎんでした。この放送はご覧のおバカ集団の提供でお送りしました。どうせ